ばんは。今日のデイリーメンターは、わからないことは何ででも聞けです。千人さん、お願いします。そう、結構人に聞き返すことが照れくさいってあると思うんですよ、うんうん、僕の弁護士さんがそうで、あ、いつも弁護士さんがすごいなんかもう有名人になってるんですけど今。そうです、いつも出てくる。痛いという人がいますよね。でかいですよ、相当。110キロ以上あるんで、多分。そう、大きい人なんですけど、イタリア系で。そう、結構彼もそうで、なんかすごい聞き返してこないんですよね。それで後で全然お互いにミスコミュニケーションがあって、後でなんか、え、こう言ったじゃんって言って、いや俺はこういうふうに思ったっていう、結構何度もあるんです、それが、うん、でなんか聞き返すとバカと思われるのが嫌って思ってて彼は、うんうん、なんかそう、学校とかでもやっぱりその先生に聞き返したり、質問ですって言うと、なんかいや、みんなからクスクスって笑われたりってあると思うんですよね、うん、なので僕の中で結構うちの子供たちは個人個人で教えてる、家でまあホームスクールやるんで、うん、マンツーマンで教えてるとやっぱりそれ聞き返しやすいと思うんですよね。だからなんかこの団体で授業を受けるやっぱりマンツーマンの授業の方がなんかちゃんと聞き返す癖とかついていいのかなって最近ちょっと考えてますね。うん、なんか聞き返すとちゃんと聞いてろとか、言ったことも分かんないのかとか、そういう感じを受けちゃうっていうことないですかね。結構あれですね、小崎さんとかが聞き返すときになんか生意気な聞き返し方をしてきて、うん、それがなんかどうしてそういう聞き返し方をするのかなって損をしてるって思うときあるんですけど、うん、聞き返し方にもやっぱりなんていうかな、先生も教え方ってすごく大事なんですけど、うん、生徒さんもやっぱり学び方も大事なんですよ、うん、だから、大事ですね、そうだ、聞き返し方にもその工夫を凝らして、やっぱりその、うん、なんていうかな、気持ちよく答えてもらうような聞き返し方っていうのもやっぱり磨く必要あると思いますね、うん、そうですね、まあ、神崎さんは結構上手な方かなというふうに思ってたんですけど、ちょっといけないところってどういう点ですかね、うん、例えば聞き返すときに何かその相手の上げ足を取るような、うん、なんていうかな、多分これ性格の違いだと思うんですけど、はい、その何か辻褄が合ってないっていうところを探すとするんですよ。そうじゃなくて、自分が理解してないところを、ここがちょっと自分はここは理解できにくいんですけど、どういうふうにして考えたりでしょうかっていうふうに自分の責任として聞くと、相手で先生とか教えやすいんですけど、うん、なるほど、いや、あなたの言ってることはちょっとおかしいんじゃないですかって言われたすると、じゃあもう聞くなってなるんですよね。アルゼンチンのマンカッパという大変ど田舎で宣教師をしていたことがあるんですけれども、そこで私は本当にいろいろな体験をしました。まあ、外国っていうことと、さらにそのアルゼンチンでさえも、アルゼンチン人でさえもそんなところではヨークラさんっていうすごい田舎、まあ、例えば、まあまあ、ガス水道電気はないですよね。だからこう野外で夜っていうか、まあ、朝昼晩全部そうなんですけど、こう野外で机とかも野外に出して、その焚き火でご飯を作って、その青空の下でご飯を食べて、その、まあ、パンくずなんかこうしたらピッピッって払ったら、机の下に犬とか待ち構えていて、犬がその残りをパクパクパクって食べて、で片付けなんかとても楽っていう、毎日はキャンピングアウトドアっていう、そんな生活をしていたんですけれども、いろいろなことがこう新しいというか、新しい体験もわからないことだらけ、もう聞くしかないですよね。もう分からないから分からないんで、それをほっといたらずっと分からないままなんで、とにかく聞いて解決で、まあ向こうの人たちがやっているのを習うっていう、そういう生活をしていたんですけれども、自分が驚いた経験、まあほとんど、まあ、認知を去る頃に気がついた、まあ、驚いた体験っていうのがあるんですが、自分にとっては外国っていうことは、まあ、言葉も違うし、この文化やシステムが違うということで戸惑うことが多かったんですけれども、実はそれってこう私のような外国人だけじゃなくって、アルゼンチンという国に住みながらもアルゼンチンの国とかシステムに戸惑う人たちがいるということに、まあ、ほとんど最後の方に気がついたんですよね。先ほど言ったようにガス水道水がないような、
そんなど田舎だったんで、そういうところで育った人たちが町に行くとどうなるかということを体験したことがあるんです。こんなことがありました。そのマンカッパっていうところにいた女性で、この辺りに大きなコブができて、こう首が回らなくなった、寝る時にも。で常にこうそのコブが神経とか圧迫するようになって、ちょっと苦しくなってきて、どうしても、お金がないからずっともうこうほっとくっていうのは、もうあまりにも大きい、もう小太りじいさんかっていうぐらいの、その大きな卵ぐらいの大きさのコブができちゃったんで、これが何なのか検査しに行こうということで、自分が町に車でその女の人を車に乗せて連れて行ってあげたんですよ。でまず車に乗ったことがないから車に乗るのは怖いということで、まずそこに車に乗っけるのを説得するのにすごく時間かかったんですけども、さらに、そこまでは良かったですね。周りに家族がいたり、みんなが行っておいで、これが何か検査してもらうだけでもいいじゃんって言って乗っけて、で町に行きました。だから町もその人初めてだったんで、まず信号を見ることも初めてですよね。そして、町の人の多さにもびっくりなんですけども、ホテルに泊まったんですよ。検査が次の日っていうことで、でホテルに泊まって、その夜、一緒寝ましたが、一緒寝たというか、同じ部屋で、コスト削減と思って、お互いそんなに裕福ではありませんでしたんで、同じ部屋に泊まって、で先にじゃあお風呂どうぞって言ってお風呂に入ってもらいました。そしたらお風呂で向こうはバスタブとかじゃなくて、シャワーがこう流れてくるんですけども、なかなかシャワーの音が聞こえてこないんですよ。おかしいなと思って、時間が経過すること15分、おかしいなと思ったら、シャワーの音がしないままその人がシャワー室から出てきました。あれ、シャワー終わったんですかって聞きました。そしたら、シャワーの使い方がわからない、赤と青のこう水を回すところがあって、上からシャワーがバーって出てくる、そういうシンプルなシャワーなんですけど、シャワーの使い方がわからない。あー、そうか、確かにあの村では川から水を汲んできて、その水を焚き火で温めて、それを温まったお湯とまた水と割って、適当な温度にして、それをバシャバシャかけて体洗ってたなっていうのを思い出したら、あ、しまった、先に教えてあげればよかったって思ったんですけど、結局その分からないから、ずっと分からないままそのシャワー室っていうかお風呂場の個室でずっと立ってたらしいんですよ。わからない。でそこにはシャワーもあったんですけども、外国ってこうシャワーとトイレが隣同士にあるんですが、トイレの使い方もわからない。トイレ、なんとなくここはトイレかなって便器に座ってトイレすることはできても、水を流すっていうことがわからない、見たことがない。あ、水をこうやって流すんですよって教えたり、こう自分にとって当たり前と思っていても、知らない人にとってはもう見るのが初めて、使い方分かるはずがないし、どうやって使ったらいいか分からないし、誰かが教えてくれないと、それって本当に一生謎のままっていうか、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥っていう言葉もありますけど、本当にその通りだなっていうのをその時思ったんですよね。15分お風呂場でずっと突っ立ってたあの時の気持ちってどんなだったんだろうなって未だに思い出すことがあるんですよ。で今日のテーマなんですけれども、やっぱりこう聞くことってそんな恥ずかしいことじゃないっていうか、聞かなかったらずっとこう知識だったり経験だったりってのもう停滞したまんまなんです。進歩がない。でも聞けば、あ、そういうことか、分かったって言って次のステージに行ける。聞かないとずっと一緒かと思ったら、そんな恥ずかしいことじゃないなって思うし、聞く方が
自分にとってメリットが大きいな、新しい世界開けていくなって思うんですよね。結局その婦人は、まあ、検査をして、まあ、検査はあの陰性というか、コブはがんではなかったんで、よかったよかった、めでたしめでたしだったんですけれども、その人結局、まあ、家に帰ってみんなに、いやトイレがこんなんでとか、お風呂がこんなんで、いや全然浴びれなくて困ったんだよね、はははっていう笑い話をしながら、あの自分の経験談をみんな話をしていたんですけども、結局こう一回、まあそういうふうな経験をすると、まあ、知らなかったけれども人に聞いたり見たりして新しい経験値をインプットすると、今度はそれを人に伝えることができる、まあ、次に分からない人のために教えてあげることができるっていう経験値になっていったんですよ。で、思い出すというか、あの考えてほしいんですけど、そもそも人って生まれた時には、まあ、頭の中は真っ白、経験値もゼロ、そういう中で一日一日新しい経験をして、どん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 知識とか経験とか知恵とかってがついていって、こう少しずつこう武器が増えていくというか、あのその時に何もこうオリジナルなものとかないんですよ。誰かがすでに経験したもの、誰かがすでに発明したもの、誰かがすでに考えたことっていうのをインプットして、それを自分のものにしていく、自分の血と汗として血としていく、肉としていくっていう、そういうも類のものなんで、その誰かのものなんですよ、自分のものではない。だからもうあの聞いて聞きまくって、どん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 インプットしていった方が強いというか、最強の自分ができる。それでも聞いても答えが出ない時っていうのがあります。じゃあ聞く人を変える、質問を変える、あるいは諦める、あるいは答えが出るまで探し続ける、いろいろやり方があると思います。他の人に聞いても答えが出ない時、そんな時自分自身に問いかけるという方法があります。自分の内なる声に聞く、結構自分が答えを知っているっていうこともあります。静まって、自分は本当は何をしたいんだろうか、自分は何を求めているんだろうか、自分はどうするのが心地いいと思っているんだろうか、自分は何を目指しているんだろうか、どうやったら突破できるだろうか、これ日々自分に問い続ける。で、その時の、まあ、ヒントは、なんでできないんだろうかっていうふうな問いかけを自分にするんじゃなくて、どうしたらできるんだろうか、この質問変えるだけで、こう脳みそが毛様筋不活体だったかな、そんな言葉だったと思うんですけれども、脳みそが探し出すんですよ。なぜできないんかではなくて、どうやったらできるだろうか、自分は何を望んでいるんだろうかっていう問いかけをしてやれば、自分は答えを知っていて、その答えを見えるようになる、その答えがやってくる、解決法がやってくるようになる。で、他人の責任じゃなくて、自己責任を取る生き方、自分が自分自身にコミットメントする生き方をし始めた時に、後悔しないというか、他人の責任にしないというか、うん、自己責任で自分の人生を積極的に前向きに切り開いていく力というものが生まれてくる。まあ、人生いろいろな困難なことがたくさんあります、日々起こります。でもそのチャレンジをこうウェルカム、うん、そういうチャレンジをこう苦しいと捉えるのではなくって、成長するチャンスと捉えて、前向きに、よりこういろんな人に聞いたり自分に聞いたりして、前へ進んでいってほしいなというふうに思います。